オイルパステル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 は棒状の油性固形描画材の一種である。油性のパステル類、または軟質のクレヨン類に分類される。クレヨンの主原料である着色顔料とローに加え、液体油と体質顔料を含むため、柔らかく画面上での盛り上げや伸ばしも可能で、より技法に富む。 日本発祥の描画材であり1925年にクレパスの名で誕生した。これは大正時代に自由が教育。クレパスの名は画材名のようにも知られるが登録商標であり他社製品も含める場合、日本では一般名としてパスも用いられる。アメリカでは1940年にプラン社が学童用オイルパステルを製造。 ヨーロッパでは1949年にフランスのセヌリエがアンリ・ゲッツとパブロ・ピカソの要望を受けて専門家用オイルパステルの製造を開始する。このほか、現在までに国内外の画材メーカーが様々な製品を製造している。当初から自動画に盛んに用いられ特に日本ではその割合が多いがヨーロッパでは一般の画家にも比較的使われる。 濃密な質感を表現できることから、第二次世界大戦中には、洋画家の間で油絵具の代用として使われたこともあるが、その後の定着には至っていない。作品完成後も画面は蘇生を保ち、擦れば色移りするため、画面保護剤として、コーティング用のワニスも利用される。また、経年変化により、油分の浸透やブルームが生じることもあり、 ブルームを抑える目的でも保護剤が利用される。直接手で触れる画材であり、多くの製品には安全性の高い材料が使用される。欧州統一規格案71、米国画材、工芸材料協会の承認、国際規格 ISO8124 に適合した製品には、重金属などの有害物質が含まれない。日本工業規格ジス S6026、 クレヨン及びパスモアン71準拠の安全規格を定義するが、1998年以降ジスマークは利用されず、規格に沿った自主検査が行われている。ありがとうございます。